ケアゲは、京都市の東山に大門とケアゲの間を結んでいた、京都市電の軌道路線である。ケアゲ終点で1系の2本のトロリーポールを回す、乗務員京都電気鉄道によって、第4海内国環業博覧会会場となった、岡崎公園へのアクセスとして建設された。当初は、木屋町2条から2条通りを通身し、 琵琶湖疎水に突き当たってからは疎水に沿って南下の後、二王門通を何千時前まで東に進むルートであった。博覧会の開幕に合わせ、京都駅前から木屋町二条までの区間とともに開業した。手上げまでの延伸を経て京都市に買収される。買収後は起点を東山に大門に移すルート変更の上で標準機へ改め期されて運行が続けられたが、 太平洋戦争の激化により休止となり、そのまま廃止された。廃止時には、後から開業した京阪京新線とはほぼ並行するようなルートであった。レールは、休止時に、梅津線に転用されたという説がある。買収の時点で、木屋町二条と毛上げの間の折り返し運行となっており、市への買収後も休止に至るまで、運行系統としては、田路線とは、独立していた。 休止から2ヶ月後の1945年4月に、炎症寺町停留所に、市内から出る資料の積み込み書が設けられ、東山二王門東山三条から連絡線を通って、京阪京新線に乗り入れ、京阪石山坂本線の阿わ津駅までの、専用輸送が行われた。この資料輸送は1946年8月まで続いた。休止時点での会社名による、 ありがとうございます。